はい、いい道です。はい、いい道です。今回、いの谷、中華そばいの谷ですね。こちらの方、通販で、頼みました。こちらの、いの谷さんは、コクのある茶色のスープ、甘辛く、煮付けられた豚バラ肉、鎮座する生卵、徳島ラーメンのビジュアルは全国的に見ても大変珍しいものですと。うん。もちろん味だって全国。私ども、いの谷の中華そばも、徳島ラーメンのお店の一つとして、日々努力を続けていますと。もちっとした自家製麺、旨味がぎっしり詰まったスープを、ぜひご賞味ください。これが、いの谷の味ですと、なっております。こちらなんですけど、まあ、店舗があるんですけど、通販もできまして、お持ち帰りもできるって形になってます。で、今回、中華そば大と、中華そば肉大ってありまして、こちらのバージョンは中華そば肉大なんですけど、まあ肉の違いだけですね。中華そば大と中華そば肉大っていうのは。でちなみにこちら、こちらが、肉大の量です。はい。で、こちらが、中華そば大の肉の量になってます。だいぶ肉の量ちゃいますね。違いますね、これ。俺は肉大かなと思いましたね。で、プラス、卵が、生卵が印象的やなと。って形で、卵はついてるんですかと聞きましたら、卵は発送の時割れる可能性があるので、卵はついてないということを聞きました。そこで、ヨードランを使ってるというのも聞いたんで、こちら、ヨードラン、買いました。卵高いな。ヨードランってめっちゃ高いなと思った。こちらも入れたいと思います。ではでは、今から作っていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみっていうか頑張るぞ。はい、では今から作っていきます。沸騰したお湯の中にスープですね。スープを丸ごと、入れます。はい。5分間、煮立たせます。どうなるんか楽しみですね。はい、5分経ちましたので、はい、スープを、こちらですね、スープ、袋入ったスープから、スープですね、この、切りまして、スープを入れると、こぼれないように、はい、うわ、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いします。うわ入れますと、やけどには注意ですと。はい、はい、次は、こちら、麺ですね。麺を沸騰したお湯に、ちょっと待ってくださいね。はい。ほぐしながら入れると。優しく、ほぐしながら入れていくのがコツですと。こんな感じ。ほぐしながら。うまいことできてるかな？ほぐしながら。はいはいはい。あかんか。ちょっと難しいな、これ。熱々。よっしゃ。はい。揉みほぐしながら。はいと。揉みほぐしてるかな？はい。ちょっと難しいな。ちょっと。はい。こう、揉みほぐす。揉みほぐして入れると。細麺やな、これ。はい。入れましたと。入ったかな？入りましたと。で、この状態で、1分？はい。1分ですね。1分ですね。いの谷の麺は極細なので、湯がく時間は短めに約1分で OK です。いや、これどうなのよ。これ、一応こう混ぜたりもした方がいいんかな、こうやって。こんな感じした方がいいんかな、こうやって。いや、何もいじらん方がいいんかな、こうやって。まあ、ほぐした方がいいよな、これ。これどうなるんかな、ちょっと楽しみやな。この細麺っていいよね、これ。しかも、中華そば、これ、肉大なんで、やっぱ麺の量が多い。これはありがたい。店舗行ったらまたいろんなメニューがあるんですかね、これ。通販ではこんな感じになってます。ちょっと湯がきすぎ、ちょっと。ちょっと弱火にしようかな。これがでいいかな。ちょっと怖いね。ちょっと待ってよ。こんなもんでいいんかな？これ難しい。もうすぐ1分です。もうすぐ1分ですね。はい、はい。はい、もういけるかな？あんまさらんもいいかな？はい、なりました、1分。はい、1分なりました。こういう感じです。では、ザルに入れて、いきたいと思います。は
はい、こちらですね。湯がいた麺をザルに入れました。ザルに入れました。それをそーっと、これちょっと入れるもんですよ。そーっとな。そーっと、はい。はい。結構麺のボリューミーやな、これ。はい。はい。入れました。すごい。量が多いんかな、これ。はい。これで、はい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 。いけたかな?はい。できました。あと、具材の方やっていきたいと思います。はい。では、今から、トッピングの方していきたいと思います。こちらですね、湯通しした、もやしですね。もやしを入れますと。入れました。うまくできるかな、トッピング。はい。それと、こちら、ありまして、第2句の方ですね。こちらの方をちょっとトッピングうまくできるかな?はい。はい。いけるかな?はい。肉多いやろ、これ。うん、肉大の方なんで。はい。こう入れます。ほい。入れまして、肉多い。大盛り。はい。もうドバッと入れていいかな、もう。あとメンマとか。メンマとかネギとかあるから、もう全部入れる。はい。はい、全部入れましたと。はい、入れましたと。はい。そっから、これは、ヨード卵。ヨード卵、ちょっと買ってみました。これはついてなかったんですけどね。では、いきますね。これ、店舗ではほら、こんな感じだから。ちょっと真似したくて。いきます。いきます。はーい。どうですか?どうですか?もりもり。いや、めっちゃ楽しみです。楽しみ!食べるのが!はい、完成しました。どう?どう?感想として、簡単やな。普段料理しないんですけど、簡単、家で、ラーメン食える。すごいなと思った。めっちゃもういい匂いするしな。すっごいいい匂いする。ではでは、お腹減ってるんで、お腹空いてるんで、いただきます。お疲れ様です。楽しみやな、これ。まず、おスープ。おスープ、いただきます。はぁ。ちょっとすき焼きっぽいんかな?どうなんやろ、これ。あ、ちょっと濃いめやな。あ、美味しい。あ、美味しい。スープばっか飲んじゃうわ。麺食べなあかんな。では、麺ですね。麺ですね。いや、緊張してきた。食べるでー。はい、いきます。いきますね。これ持って食べられへんね。いきます。細麺なんかな、これは。細麺になるんかな。弾力もある。麺うまい。めっちゃうまいわ。この麺にもな、出汁がついてる、もうがっつりついて、染み込んでる。では、お肉。こちらの方が、肉大の方頼んだんで。肉食べる。あ、肉うま。肉うま。最高すぎる。うまい。で、どうなの?卵は割るんかな?まだ卵はそのまましてんねんけど。あ、ペロリといっちゃうわ、これ。で、量は、
やっぱ多めやな、これ。あの、中華そば大やからな。大。まあ、ボリューミー。美味しい。いや、ここな、あれね、親切な方が教えてくれてん。猪谷は美味しいでって言って。徳島の中華そばでめちゃくちゃ美味しいって言ってな。その親切な方がな、わざわざ1時間かけて、こう、チラシを取ってきてくれて、ここ美味しいから食べてみてって言って、あの、電話一本で送ってくれるでって言って、もうそれもめちゃくちゃ嬉しくてな。いや、これ注文しよう思って。ほんで、電話何時にしようかと思ったんよ。だからお昼時にしたらあかんかなと思ってたよな。だから製品に関するお問い合わせはご注文はってなってて、電話番号があったんで、あ、それ専門の電話なんかなってかけたら、お昼休みでお仕事の。仕事の休みかけたら、お昼休みに。だからめっちゃ忙しそうにしとったんよ。うわぁ、申し訳ないと思ってな。だけど、ちゃんと丁寧やね。丁寧な人やった、その、お店の人。その接客にも感動した。もうすっごい優しくて。で、いろいろ説明もいただいて。すごい嬉しかったな、ほんま。あの、やっぱ接客がいいっていうのは感動する。そう、親身になっていろいろ教えてくれたりな。その教えてくれた方もすごく嬉しかったしな。徳島ここやでって言って教えてもらって。あー、めちゃくちゃうまいわ。ね、濃いんかなーと思ってたけど、そこまでかな。俺は全然大丈夫。ちょっとすき焼きっぽいんかな。どうなんかな。で、次この卵をちょっと割ってみます。卵を割ってみます。はい。ヨードなんて、なかなか買うことなくてな。せっかくならこの猪谷さんの、ラーメンではこのヨードランを使ってるって言ってたから、いや、真似したいと思って、一回食べてみるで。で、味が濃いと感じる人は卵もいいんやろな、これ。はい。いい感じね、まろやか。まろやか。俺は多分卵なくてもいけるわ。でもなんかちょっと味変できるから。いいかもわからん。美味しい。ほんで、汗出るわ。美味しいな。ほんで、お肉うまい。で、ちなみに、これは、着いたその日に食べなあかんのよ。本日中にお召し上がりくださいとなってんのよ。だから頼むとき、そこ注意したかもかな。注意した方がいいと思うわ。いついつ届いてほしいっていうのは。伝えた方がいいと思うわ。まあ、木曜とかに、まあ注文したときに、土曜日がいいとか。土曜午前着がいいとか、もう当日に食べてくださいとなってるんで、そこだけはちょっと注意した方がいいかな。うまい。もうペロリといくわ。卵の白身がグンってきたわ。ブンってきた。完食ですね。あ、スープうまい。はい。これどう説明したらいいんかな、これ。どう説明したらいいんかな、これは。これは、旨味がギュッと詰まった。旨味がギュッと詰まって、濃すぎもせえへんし、まあ、すき焼き風味って言ったらすき焼き風味かもわからんし、どう説明したらいいんかな、これ。だから旨味がもう詰まったって感じかな。で、サクッと食える。
これは本当におすすめ。っていうか、店舗行きたい。徳島で有名やもんな。今度徳島行く機会があったら、行ってみたいと思います。めちゃくちゃ、うまかった。180点。